はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、今日はですね、いろんなプラレールがね、ちょっと同時にね、たくさん登場したわけなんですけど、まずはねこちらからいきたいかなと思います。はい、改めましてね、こちらねプラレールの S の19番ですね、 E657系 特急日立リバイバルカラー緑、こちらをねちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらの日立ですね、上に書いてある通りリバイバルカラーになっておりまして、ね、ちょっとまあ気になる方は説明文ね、停止ボタンを押し読んでみていただければいいかなと思うんですけども、2022年の12月から計5編成ですね、各1色に特別塗装をね施したフレッシュ日立のリバイバルカラー編成です。でそのうちの緑が今回ねプラレールで登場ですね。まあ、これ以外にもね、まあ、他のカラーもあるわけなんですけどね、それもちょっとね今後ね登場期待したいかなと思います。ということで、はい、今回ね緑のリバイバルカラーではでは楽しんでいきましょう。ていうかね、これ今回ですね、 S の19番でこれ廃盤になっちゃうのがね、キハ261系の特急北斗なんですよ。これね、あのね、まだ2年も経ってないですね、登場してね。なので、まあ、もし気になる方いらっしゃいましたら後でねお見せしたいと思いますが、ぜひねこちらの方もぜひぜひこの機会に購入してみてください。で日立に戻りまして、まずね、まあ、パッケージ、はいこんな感じですね。まあ、先頭車と中間車こんな感じで窓から見えてます。で右の方にはこちら実際の写真ですね。これなんか一回ちょっと東京駅かなんかで見たことある気がしますね。はい、このようになっておりまして、で上説明文で、そこの部分は、はい、3両編成の写真です。いいですね、このパッケージのこのカラーもね、車両に、ね、合わせた感じで、うん、素敵だと思います。で箱の背面はざざとね遊び方ですね。まあここはまあおなじみなんですけども、このようにしっかりとね書かれてます。で今回動力は2段階ですね、2スピード車両になってるんで、これ嬉しいですね。であとはざざとね注意文警告もねしっかりと読んでね遊んでいきたいかなと思います。ではではお待たせいたしました、と特急たちのリバイバルカラー緑行きたいと思います。こういうねリバイバルカラー系っていうのはね本当素敵ですよ ね。もう一つね、これちょっと同時に発売されたね赤でもねあるんですけどね、もうそれもね僕ちょっともうこっちに置いてるんですよそれもちょっとめちゃめちゃ楽しみなんですけどね。まずは日立の緑からいきましょう。はいはい、あとはプラレッシュカードね、はいこれねもうよく忘れるんで、はい最初にこう出しておきましょう。はい、こんな感じでね、今回もしっかりとプラレッシャーカード1枚付属しております。まあこちらの説明文は先ほどの箱に書いてある分と同じですね。さあさあそれではね車両の方を見ていきましょう。あ、ちゃんと JR のロゴとか書いてありますね。これはこれはなかなかいいんじゃないですか。さあさあそれでねちょっとね見ていきたいと思いますが、まずはね、はい後尾車になっております。ざさっとね全体はね、はいこんな感じになっておりまして、うん、なかなか雰囲気はよくできてますね、いい感じだと思います。で今回ねリバイバルカラーということで、まあ緑色のねこの下のところがねこんな感じで塗られてるんですけども、それ以外のデザインはシルバーと白色ですね。で屋根の部分はグレーになってます。で運転席周りはこちらはね窓とか黒のね塗装仕上げになってます。で後尾車なのでここは赤ですね。あとここのライトのところはグレーの、ね、塗装になってます。でなかなかね、まあ、かっこいい顔つきですね、渋いです。で側面のデザインですがこのようになってますね、シルバーと白とグリーンですね、緑色になってまして、でここにね JR のねロゴが書いてあるのが嬉しいですね。こんな感じで白色でしっかりと書かれてます。であと窓とかはこちらはね塗装仕上げですね、特に穴が開いているとかはないですね。でここの表記も特にはないです。で連結部分は真っ白ですね、シンプルにこうなってまして、反対側もはいこちらにもね JR のロゴをね書いてありまして、窓はね塗装仕上げといった形です。で屋根の部分ですがこんな感じ、空調のね室外機がありまして、でそれ以外ねまあまあちょっと細かく作られているといった形ですね。でそこはねはいまあざっくりとこんな感じです。はい、ということでまずねこちらね後尾車でしたが、まあ雰囲気はよく出てたかなと思いますね。細かいところ言っちゃうとね、まあいろいろねこの比率とかね、まあディフォルメ感はあるんですけども、うん、これはこれでね楽しめるものじゃないかなと思います。ということで まずねはいこちら後尾車でした。さあではどんどん見ていきましょうかね。続いて中間車と優勝まずは行きたいと思います。はい、こちらに中間車、まずね連結部分は中間車も真っ白です。はい、こんな感じで側面のデザインですが、まあ見た目はシンプルですね、このようになっておりまして、白とシルバーと緑のラインでちょっとなんかあこれはねいただけないですね、ここちょっとこう塗装はみ出ちゃってますね。まあちょっとどこかで手入れしたいかなと思いますが、まあ、若干ムラありますね、ここ
ね、細かいこと言っちゃうとこれちょっとこっちら辺が太くてこっちが細いですね、緑のラインね、うん、もうちょっとこう平行が良かったかなと思います。で窓はこちらね黒の塗装になって、行き先もね黒ですね。で反対側もはいざっくりとこんな感じです。まあこちらは、うん、割と平行にね塗られてるんじゃないかなと思います。で窓もしっかりと塗装です。で屋根の部分ですが、はい、パンタグラフに室外機ですね。であと細々したところですね、こんな感じで作られておりまして、まあ結構形細かめと。でそこはねはいこんな感じになってます。ということで2つ目ね、こちら中間車でしたが、まあちょっとここね本当気になっちゃうんですけども、まあ充実にね作られてるんじゃないかなと思います。ちょうどねしっかりと先頭車と後部車つないでもらいましょう。で続きまして、で、まあ、早いものでね、ラスト先頭車です。はい、こちらですね。行きましょう。まずはい、顔こんな感じになってます。まあ、後尾車と違いまして、ちょっと並べましょうか。はい、こんな感じでね、ライトのところですね。こちらがね、違うカラーになってますね。先頭車です。下のライトは点灯している形です。で、まあ、形とかデザインはまあ基本同じです。はい、このようになっておりまして、まあ、こちらもしっかりとね、こう緑色になってますね。で、側面のデザインですが、はい、横もですね、シルバー、白、緑に、JR のねロゴ先頭車もしっかりと書かれています。でこちらもね窓関係は黒のね塗装仕上げです。で連結部分ですがこうなってまして、反対側ねこちら側もこんな感じと、窓は塗装に JR のロゴですね。で屋根の部分ですがこんな感じになってます。こちらも室外機ありまして、であと表記はオフ、うん、はいになってます。でそこははい、このようになっておりますので、さてはね、電池出ていこうかなと思うんですけど、あ、これはあれなんですね。乗せ替え OK じゃないですよ、これね。全然説明ちゃんと見てなかった、これ。あ、蓋、ね、もう、思い込みってちょっと怖いですね。普通に乗せ替え OK のチャーシーかなと思ったら、これ、ここの蓋のやつですわ。久しぶりです、このタイプね。よし、じゃあちょっと電池入れていきましょう。ここのね、部分、ネジ緩めまして、と、くるくると。で、パカッとね、ここ開けます。よいしょ。こんな感じで開けまして。で、使用するね、電池、炭酸電池1本です。マイナスの進行方向に向けて装着、ガチャンと。で、こちらね、蓋をもう一回閉めていきましょう。なんかこのタイプのね、登録めっちゃ久しぶりな気がするんで、ちょっと緊張しますね。よし。で、ネジにしっかり締めましてと。さあ、ではね、ちょっと動作チェックしていきましょう。まず通常の速ですね。オン。ほう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 。こうか。ん？こんなもんかな？で、ハイスピード。まあ、こんなもんですよね。ただちょっとノーマルが、まあ、このもんか。よしとしましょう。まあ、動力もっちりですね。で、こちら、はい、3両ね、このように出揃いましたので、ではね、連結していきましょうか。ね、中間車にと。後尾車つなげると、はい、このようになりました。いいですね、このリバイバルカラーもなかなか味があって素敵だと思いますね。ぜひもうね全部のねカラーね、ちょっとなんかもう言ったら全部セットでも今良かったりもするんで、はい、全色ちょっと出してほしいかなと思います。で、せっかくなんでね、家帰りでね、ファイバーナチョね、キハ261系特急北斗、ちょっとね、出してね、一緒にね、ちょっとね、走行もね、見ていこうかなと思います。これね、発売日一応、まあ、調べましたら、2021年の12月の29日なんですね。だから、まあ、ほぼほぼ2022年なので、もう21年の末なんでね。プラレールにしては結構なんかねラインナップとしては短かったような気がしますね。うん、いやまあなのでね、ちょっとね市場にね出回ってた期間がね本当短いんで、数もね少ないかなと思いますんで、ちょっと貴重なね車両になりがちですね。はい、気になった方はね、まあざざっとですがね、お見せしておきますので、ぜひぜひねお早めにね手にしてみてください。非常にいい車両ですね、かっこいいので、もうなかなかおすすめになってきますね。これは本当にいいで、ぜひぜひお早めにねチェックの方よろしくお願いいたします。デザインめっちゃかっこいいな。でちょっとこれも電池入れときましょう。入れ方簡単です。パカッと外してここですね。ね、単に電池を1本ねちょっと入れておきまして、よいしょ、つけておきましょう。で OK で3両編成もよいしょしてあげましょう。ほい、こんな感じになりますね。今回のねリバイバルカラーとね、ぜひぜひちょっとこの機会にね走行もね楽しんでみてください。せっかくの機会なんでね、ちょっとね並びとかもね楽しむのもおすすめかもしれません。よし、じゃあね続いてねこちらね、せっかくなんで伏線のね走行でね軽くねちょっと見ていこうかなと思います。
さあさあ、ではでは行きましょうか。じゃあ外側に今回のフレッシュ日立リバイバルから緑ね、こちらを入れまして、で内側ですね、こちら気入っておきましょう。さあそれでは高速通常でいきましょうかね。どちらもまあ2速ね、2スピードなので、よいしょね、通常の速度でいきたいと思います。ではでは両方出発進行、優しい走り両方とも優しいな。たまにはこうゆっくり走らすのもいいですよね。うん、落ち着きます。せっかくなんで両方とも高速も行っておきましょうか。よいしょ、こっちか。よし、行きましょう。おお、そう危ない危ない。おお、脱線いいですね。速い、なかなかかっこいい走りです。はい、ということで今回はね、新しくね登場しましたプラレールですね。今日はねちょっといろいろね一気に登場したんですけども、ね、まずはね E657系 特急日立リバイバルカラー緑、そしてね廃盤になっちゃうですね、こちらイキハ261系の特急北斗ですね。こちらの2つねちょっと見ていきましょうか。さあいかがだったでしょうか。なかなかねもうほんと何回も言ってますがね、リバイバルカラーはぜひぜひちょっとね他のカラーも出してほしいかなと思います。日立ですね、ちょっと落ち着く素敵な車両ですよね。うん、ぜひ揃えてほしいです。で特急北斗もね、もう本当短かったと思いますんで、もしね今の時点で気になった方はぜひこの機会にねちょっと手にしてみてください。で他の車両ですね、もちろんご用意しておりますね、少々お待ちいただければと思うんですけどもね。はい、こちらですね、赤電ラッピングの記念車両とか、まだちょっと箱から出してないんですけども、リアルクラスのね一般号の湘南ブロックか、あれとあとライチョですよね、その辺とかもねもちろんねありますので、早いうちにね動画の方を作りますんで、楽しみにね待っていてください。まあということで、はい、今回はねこの辺りに締めたいと思います。ホームチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんなもしろさのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやらせて、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。